アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに身を抑えた友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和5年11月12日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、2023X3 リーグ第4節、その3試合行われますうちの一戦となります。琉球ガーディアンライオンズ対クラブアイランズの一戦がまもなく試合開始となります。試合開始12時キックオフ予定です。現在その両チーム、フィールド内において最後の調整になるウォームアップを行っております。両チームのご紹介をさせていただきます。本日はメインストーン側に陣取りまして、ホームカラーであります。ブルーのユニフォームをまとっておりますのが琉球ガーディアンライオンズ。その名前から察します通り、沖縄から参戦しています X3 チームです。2020年4月にメンバー5人集まりまして結成し、そのまま一気火星に X3 参戦を決めました。昨シーズン2022年が初参戦という形になっておりました。この試合におきまして、このリーグにおいて見事全戦出場しまして、3勝3敗の成績を収めております。沖縄米軍などさまざまな強敵と対戦重ねまして自力をつけ、今シーズン一気に X2 昇格を果たさんというふうに意気込んでまいりましたが、残念ながら今シーズンすでに3敗という形になりまして、X2 昇格の資格がない形になっております。しかしこの試合におきまして今季初勝利を遂げんと、この大阪鶴見緑地に舞い戻ってまいりました。さあその思い叶いますでしょうか。対しまして反対側に陣取りますのが、長く X3 において活躍しておりますクラブアイランズです。本日はアウェーという形の扱いになりまして、ビジターユニフォームのホワイトをまとっております。かつては神戸にありますアパレルメーカーワールドをスポンサーとしまして、ワールドアイランズとして名乗っておりました。1980年代90年代から常に X3 リーグに参戦しておりまして、常にその下部にありましてではありますが、しかしこのリーグを盛り上げんと活躍活動をしておりました。2016年17年は連続ブロック優勝を果たし、入れ替え戦出場も果たしておりますが、現在は再建期にあるか、こちらも現時点では3敗と苦しい状況にあります。ともにこの試合におきまして勝ちました方が今季の初勝利となる一戦となりました。さあその思い遂げることになりますのはどちらとなるでしょうか。早速チャット内のメッセージありがとうございます。町田様、今日こそ勝って凱旋を。おそらくはこれは、琉球ガーディアンライオンズに対するエールのメッセージだと思われます。町田様は常に、琉球ガーディアンライオンズを応援されていることが常にひしひしと感じております。確かにこの一戦に勝利しまして今季の初白星とげんという思いは応援する方々にも伝わるところではありましょう。本日の鶴見緑地は曇天の天候となっております。今週、急激に冷え込みが入りまして幾分かその天候面に不安がありますが、それが如実に現れている形になっております。現実、先ほどまでは小雨も、パラついておりました。さあこの天候の変遷がこの勝敗にどのように影響するかも注目いただければと思います。両チームサイドラインに整列しまして審判団が中央に歩み寄りました。これより両幹部を招きましてのコイントスが行われます。令和5年11月12日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 2023X3 リーグ第4節、琉球ガーディアンライオンズ対クラブアイランズの一戦がまもなく行われます。試合開始12時キックオフ予定です。
これより両チームの首脳陣によりますコイントスが行われます。コイントスの結果、クラブアイランズキックオフ、琉球ガーデンライオンズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式計時で行われます。両チーム試合前の檄を飛ばしまして、これより試合開始となります。まず試合はクラブアイランズのキックオフで開始する形になります。クラブアイランズキックオフを務めますキッカーは91番のプレイヤーです。91番大山、興國高校出身のルーキーです。対して琉球はリターナーを2人構えました。さあ琉球リターンに入ります。リターナー14番、ボールをジャックルしましたが中央突破を図りまして自陣26ヤード付近からの攻撃を得ます。この位置から琉球ガーデンライオンズの攻撃に変わります。リターンしましたのは14番の草開き、大阪工業大学出身のプレイヤーです。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。4回の攻撃権で10ヤード前進して攻撃権更新をするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは琉球ガーデンライオンズの攻撃です。ボールオン自陣26ヤードから琉球ファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は10ヤード。ここでホイッスルが鳴っています。現在審判団による現時点の状況確認をしております。
さあこれより琉球の攻撃です。ボールオンは自陣26ヤードから1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずパスプレーから入りました。アメリカンフットボールは攻撃の開始点より後方より一度だけ前にパスが投げれます。この権利使いましてクォーターバック、まず左側におりましたワイドレシーバー14番にパスを通し、約4ヤードから5ヤードのゲインとしています。倒された地点までが前進距離となりまして次の攻撃に変わります。進みました地点からの次の攻撃です。琉球2回目の攻撃に入ります。琉球自陣30ヤードからセカンドダウン6、2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は6ヤード。さあ今度はランニングバックに託しました。中央へのランプレーです。託されました33番、ハンドオフから中央突破しまして相手タックルを弾き飛ばすように約3ヤードゲインとなりました。3ヤード前進し次の攻撃サードダウンに変わります。早速チャット内のメッセージありがとうございます。吉浜様ライオンズファイト、あやエドワーズ様レッツゴーライオンズ千葉リオ、ライオンズの応援メッセージが目立っております。琉球サードダウン3、パス成功、ファースター。クォーターバック7番、中央切れ込んだワイドレシーバー3番にパスを通しまして攻撃権更新です。トータル10ヤードの獲得しましたのでここで攻撃はリセットされ1回目の攻撃に変わります。琉球ファースター、見事攻撃権更新を果たしたクォーターバック7番は藤原、千葉商科大学出身のチームのバイスキャプテンです。取りましたワイドレシーバー3番は池口、日本大学出身のプレイヤーです。さあ琉球ファーストダウン10、ボールオン自陣44ヤード。このパスは不成功。今度は左に展開した3番へパスを投じましたが3番キャッチミスしパス不成功となっています。前パスは失敗しますとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。従いまして琉球セカンドダウン10の状況に変わります。琉球ボールオン変わらず自陣44ヤードからセカンドダウン10、2回目の攻撃に変わります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。パス成功、ファースター。今度はワイドレシーバー14番にパス、これを14番キャッチしまして見事攻撃権更新です。琉球ファースター、パスを取り攻撃権更新を果たしたのはワイドレシーバー14番の草開き、大阪工業大学出身の42歳です。さあ攻撃権更新になりました琉球。相手陣入りまして相手陣45ヤードからのファーストアンテ。さあ今度はランプレーです。ハンドオフしましてランニングバック33番、倒れ込むように中央なだれ込んで約4ヤードのゲインとしています。キャリアとなりました33番は中本、関西大学出身のプレイヤーです。さあ順調に攻撃を展開しています琉球。ボールオンは相手陣41ヤードに入りましてのセカンドダウン7で、次の攻撃に入ります。2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は7ヤード。さあバックスをなくしましてノーバックに変わりました。パス成功、ファースター。さあここでエンプティーフォーメーションから中央切れ込んだワイドレシーバー3番がこのパスをキャッチし攻撃権更新です。琉球ファースター。本日はこの藤原から3番の池口へのラインが効果を発揮しているようです。さあ着実に相手陣に入りました。相手陣26ヤードから琉球ファーストダウン10。クォーターバック7番、パスを投じると見せかけ QB ドロー、中央切り込むように自らフェイントに近い中央へのランプレーを決めました。これが構想しまして約6ヤードから7ヤードのゲインとなっています。的確な判断でゲインしましたのはクォーターバック7番の藤原です。千葉商科大学出身。琉球セカンドダウン4に訂正します。琉球セカンドダウン4、
パス成功。クォーターバックに、7番右に展開していましたワイドレシーバー29番にパスを通しました。このパスは若干短かったためかゲインは2ヤードほどにとどまっております。しかしプレッシャーある中見事にキャッチを果たしました。ナイスキャッチです。取りました。29番は中村、城西大学出身。琉球ガーデンライオンズサーダウン2、ボールオン相手陣18ヤード。ナイスラン、ファースター。ここで琉球ドロープレーを投入しました。ドローはランパスに見せかけたランプレーです。フェイントをするようにランニングバック33番、中央切れ込みまして攻撃権更新としました。琉球ファースター、見事攻撃権を果たしましたの更新を果たしたのはランニングバック33番の中本でした。関西大学出身。近年関西学生3強の一角にあります関西大学出身のプレイヤーです。中本がおりました当時に関西大学は大学日本一を獲得しました。クォーターバック7番スクランブル、パスを投じようとしましたがディフェンスカバーよくパスが投じれないと判断し、クォーターバック緊急発進のランプレーを展開しました。これによりまして約2ヤードほどゲインになっています。状況変わっておりました。ボールオンは現在相手陣6ヤードの位置にあります。琉球あと残り3回の攻撃でエンドゾーンを狙います。琉球セカンドアンドゴール、残り6ヤード。パス不成功、パス不成功の判定です。ここで左に展開したランニング枠へパスを投じましたが、ランニング枠ディフェンスのカバープレッシャーありましてパス不成功となりました。前パス失敗となりまして攻撃権はサードダウンに変わります。さあ残り6ヤードの攻防を注目しましょう。琉球サードダウン2ゴール、残り6ヤード。タッチダウン。クォーターバック7番、内側にスラントパターンで切れ込んできたワイドレシーバー29番にパス。29番これを見事エンドゾーンでキャッチしましてタッチダウン。琉球タッチダウンパスにより6点先制となりました。見事なパスを投じましたのはクォーターバック7番の藤原、千葉商科大学出身。取りましたワイドレシーバー29番は中村、城西大学出身のプレイヤーです。さあ琉球ここでトライ4ポイント、2点を狙います。2ポイントコンバージョン。さあクォーターバック自ら中央突破を図りましたが、しかしエンドゾーンまで届いておりません。結果的にはこのトライ4ポイント失敗となりまして、琉球6点止まりです。琉球ガーデンライオンズ6点、クラブアイランズ0点です。しかし琉球タッチダウンにより先制を取ることに成功いたしました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでプレーでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点としては自分たちのエンドゾーンで倒される自殺点セーフティーです。これは2点となりまして、結果的にアメリカンフットボールワンプレーによる得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算によって得点は構成され、その得点の取り方で引き分けが起こりにくい決着方式になっております。そして試合は先ほどタッチオンを挙げました琉球ガーデンライオンズのキックオフで再開する形になります。アメリカンフットボールはラグビーと違いまして、得点を挙げた側のキックオフで試合再開となります。キックオフをしましたのはクォーターバック7番の藤原です。短く蹴り込んだ
キックでボールをさらに確保せんという格好でしたが、しかしこれはアイランズを抑えまして、アイランズの攻撃に変わります。攻撃権はアイランズと変わります。町田さんはこの調子で最後までのメッセージ、これが琉球のさらなるエネルギーになっていると思います。さあそれを返す刀に反撃に入るのがこれから攻撃しますクラブアイランズです。ボールオンは自陣35ヤードからクラブアイランズファーストダウン10。パス成功。まずアイランズはパスプレーから入りました。右に展開していたワイドレシーバー81番にパスを通しまして8ヤードのゲインを果たしております。見事なパスキャッチを決めましたのはワイドレシーバー91番のプレイヤーです、大山の81番の片瀬でした。失礼いたしました、関西学院大学出身のルーキーです。本日ナンバー変更ありまして片瀬は8番から81番に変わっております。クラブアイランズセカンドダウン2。さあこのランでた、ナイスラン、ファーストラン。今度はランプレーです。ハンドオフからランニング枠42番、中央突破しまして攻撃権更新です。クラブアイランズファーストラン。見事攻撃権更新しましたのはランニング枠42番の山崎です。滝川高校出身のチームキャプテンです。さあアイランズもここまで不調でした。攻撃はまず初手から非常に順調に展開しております。攻撃権更新になりまして、ボールオンは相手陣44ヤードからクラブアイランズファーストダウン10。このパスは成功。今度は左に展開していた85番にパスを投じましたが、このパスはオーバースローです。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。この攻撃を率いておりますのはクォーターバック11番の旗部です。九州工業大学出身のエイジ52、52歳のクォーターバックです。さあクラブアイランズセカンドダウン10。これは琉球ナイスディフェンス。今度ここでアイランズはカウンタープレーで右オフタックル付近にランニング枠を投入しましたが、これを見計らってクラブ琉球92番が見事なタックルし約2ヤードロスに変えています。見事な対応をしましてタックルしましたな琉球ガーディアンライオンズ92番のゲイブ・エドワーズ、ロレーナ高校出身のチームのキャプテンです。さあアイランズサーダウン12の状況突破なるでしょうか。ここでホイッスル。反則が発生しました。審判団からフィールド上に黄色いウエスが落とされますと反則発生を意味します。まもなくこれよりその反則がどちらにあったか判定が下されます。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。特に特定の選手以外は1秒間の静止が開始前求められます。この反則によりまして5ヤード抜体となりましてサードダウンやり直しです。従いましてクラブアイランズサードダウン17で試合再開です。さあ厳しい状況になりましたが、この状況をアイランズは突破なるでしょうか。クラブアイランズサーダウン17。パス成功。クォーターバック11番、プレッシャーを感じながら
左にロールアウトしパスを投じましたが、これはクラブアイランズ、失礼しました、琉球37番、見事にレシーバーをカバーしパス成功としています。見事なパスカバーをしましたのは琉球37番の、王子です。海城高校出身のプレイヤーです。おそらくは未経験、学生時代未経験の選手がこのフィールドで活躍しております。クラブアイランズフォースダウンロングパントフォーメーションを選択します。パントはキックによる攻撃放棄ですが、キック力による陣地挽回を図ります。しかしこれはプレッシャーあってか大きくは挽回できませんでした。琉球陣28ヤード地点で外へ出まして、この位置で攻撃権変わります。この位置から琉球ガダンライオンズの攻撃に変わります。結果的にアイランズは4回目の攻撃権更新ならず、その攻撃をパントによって譲渡する形になりました。しかし陣地は押し返す形には成功しております。さあ琉球自陣28ヤードからの攻撃に変わります。ここから琉球さらなる加点を狙いに攻撃を展開しようとします。琉球ファーストダウン10、さあまず中央へのランプレーです。何枠33番の突進によりまして約2ヤードほどゲインとしましたが、これをしかしアイランズ52番見事に対応しまして、ロングゲインは防ぎました。見事対応しましたのはアイランズ52番の梅原、神戸大学出身のチームのバイスキャプテンです。琉球ボールオン自陣30ヤードからセカンドダウン9、パス成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどちらのチームにあった反則でしょうか。先ほどのプレー中2つの反則が発生しました。オフェンスチーム側にホールディング、相手選手を掴んでいたという反則がありまして、ディフェンス側にフェイスマスク、相手を倒す際にフェイスガードを掴んで倒すという危険な反則がありました。これはどちらもプレー中に起こりました双方の反則ですので、このプレー自体を先ほどは無効としオフセットにします。従いまして琉球セカンドダウン9で試合再開です。さあ琉球ボールオン自陣30ヤードからセカンドダウン9、このパス不成功。クォーターバック7番右に展開し、内側に変わるパターンで戻ってきた29番にパスを投じましたが、このパスわずかにショートしパス不成功となっています。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、琉球ガーデンライオンズ6点、クラブアイランズ0点、攻守方向入れ替わりまして、これより第2クォーターに移ります。